と思ったんで、皆さんも一回ダウンロードしてやってみてください。結構難しくて、これがマイチングマチコちゃんよ、本当に。それじゃあやっていこう。 Rise Up というアプリでございます。何をするかというとね、このね、風船がね割れないようにこういうのをね、障害物をどけていきます。ゲームオーバー、103点。言ったそばから、そう、さっきみたいにね、ちょっとでも障害物が風船に触れるとね、すぐ風船割れちゃうから、そうね、おっと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 っレベル2クリアいたしました。やばい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 、やばい、難しい。結構です。マジで難しいねんな、これが。しかも毎回そう、結構ランダムにね、いろんなやつが来んのよ。めっちゃ真剣になるもん。オッケー。え、ねえ、これどうすんの？重すぎやろ、今の球体。もうね、前に行くわ。ちょっと待って、600点ぐらいが最高点やねんけど、それを今回は取りたいよ。ちょっと待って、何やこの難しいレベル1は。いけたー、やばーい。ほんまに難しい、これ。鬼畜よ、鬼畜。来るなよ。なんでなんでそこで固まっとんねん。聞いてください。最高得点を超えたところ録音できてませんでした。ということで677点を超せるよう頑張るぞ。レベル5ぐらいまでいったらね、多分ね、余裕で超せると思うよね、その辺の点数は。え、何これ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 、やめてー。結構です。え、この広告のゲームさ、え、これ、ま、マインクラ、え、ま、マイン、え、この広告の、え、これ、え、ま、ま、マインクラ、マインクラ、ポンポン来るな、ポンポン来るな、ポンポン来るな、ポンポン嫌い、トップ、にゃーん、私の気持ちを表してた。本当、蹴散らせー蹴散らせー、ピュー、蹴散らしていくスタイルでいこうかな。蹴散らしていこうも、蹴散らしていこう。蹴散らし方はでも間違えたな。ピューって風船の方飛んでくるからな、それだけは危ないね。いいんじゃないですか？順調じゃないですか？なう。